ダルラマン宮殿は、アフガニスタンの首都カーブル近郊にある、現在は廃墟となった西洋様式の宮殿建築である。1920年代初頭、近代化政策を進めたアフガニスタン国王、アマーヌラー・ハーンによって、将来の国会議事堂として建築された建物である。アマーヌラー・ハーン失脚後に建物は放置され、その後国防省の庁舎として使われるなど変遷を、 ヘタが1990年代初頭のアフガニスタン紛争で廃墟と化した。2015年、宮殿の向かいにアフガニスタン国民議会議事堂が建設された。ダルラマンとはアマンの巨所という意味であるが、アマーヌラーの巨所という意味をかけているという。ペルシャ語、パシュト語の発音により近い形で、カナテン気すればダルラーマーンである。この語はアラビア語に由来する。 ダルラマン宮殿は、1920年代の初め、アフガニスタンの国王アマーヌ・ラーハーンによる近代化政策の一環として建設された。この宮殿は、王が建設しようとした、新首都ダルラマンの一部であり、新首都は狂気の鉄道によって、カーブルと接続されていた。宮殿は堂々とした、新古典主義建築である。カーブル中心部からは南西へ1 6トル離れており、 カーブル西部の平坦で乾燥した谷を望む丘の上に位置する。将来、議会を開催する建物として起都されたものであったが、アマーヌ・ラー・ハーンが宗教的保守派によって権力の座から追われ改革が頓挫すると長らく使われずに放置されていた。ダルダマン宮殿は1969年に火災で全焼した。1970年代から1980年代に、 かけて、この建物は修復されて、国防省の庁舎として使用された。1978年の共産党クーデターでは、建物に放火された。ソ連によるアフガニスタン侵攻が終了した1990年代初頭、カーブルダッシュを図った、ムジャーヒディン諸派閥の戦闘によって、この建物は再び被害を受けた。ムジャーヒディンによる激しい砲撃を受けた建物は全焼し、 廃墟となった。2005年、宮殿を改修し、アフガニスタンの将来の議会議事堂として使う計画が発表された。この計画の資金は、外国人やアフガニスタン人富裕層といった民間の寄付によって賄われるとされていたが、改修工事が着手されることはなかった。伝えられるところによれば、2012年4月15日に、タリバーンが行ったとされる一連の攻撃において、 攻撃目標の一つとされた。2015年12月、宮殿の向かい側にアフガニスタン国民議会の新しい議事堂がインド政府の手によって竣工した。ありがとうございます。